では、絆のドラマ、今回はさっちゃん見ようかなと思います。はい。あれ？なんか元気がない。よう、サイコ。うん。飲み始めたところか？浮かない顔しません。ええ。けど、ちょっと困ったことがあって、あんまり気持ちよく酔えてない感じなんです。どうした？何を困ってるんだ？なんかお客さんに寄られてんだよね。前に何回か話した恋バナですよ。そうそう、経営コンサルの社長から猛アプローチが来てるやつ。あれか、相変わらず結婚をちらつかせてきてるのか。そうなんですよね。もしかしてエスカレートしてんのかな。モテる女はのんびりしてる暇もねえってか。キャバクラの客として遊びに来てるっていうより、結構本気で私にグイグイ来るんです。他の若いキャストの子には目もくれずに。向こうはパッと見プレイボーイで金もあって事業もうまくいってるみたいだし、そんな私だけにこだわらなくても良さそうなのに。何か向こうに別の魂胆があったりはしねえのか。一応私人並みに貯金はあるけど、相手の方がよっぽど景気はいいですしね。お金目当てじゃないとすれば、私の美貌と人間的魅力、知的な振る舞い以外に彼を引きつけた理由に心当たりはないかな。自分に自信あるのいいよな、さっちゃん。めっちゃ可愛いと思う。うん、なるほどな。そんだけありゃ疑いはなさそうだ。要するに向こうがお前に惚れたってだけの話じゃねえか。とはいえ、本当に私は今結婚を考えてなくて、お店はまだまだ小さいけど、やっぱりオーナーとして経営するの楽しいし。で、向こうには結婚とか考えてないよって伝えてもいます。なのにそれでも私にアプローチしてくるのってどういうつもりなんでしょう。やっぱり何か相手に魂胆があると考えた方がいいんですかね。でもそれほどガチ恋してるっていう。気味が悪いかも。ああ、でも気味悪いって思われたらちょっと嫌だよね。なんか何かあっても俺が思ってる。その男のことを詳しく教えてくれ。少し恋に臆病になってるか。もうちょっと教えてほしいな。その男のことを詳しく教えてくれ。そうすればもう少し見えてくるかもしれない。ヒルちゃん男性ですからね。男性で私の方でも一通りは調べたんです。かも結果としては特に不審なとこはなかったかな。彼はそうですね、経営コンサルの創業者なんですけど、別の会社の社長の御曹司でもあるんです。そういう意味じゃ身元の保証は折り紙付き。裕福な割にあまり親に頼らないようにして、ちゃんと苦労も重ねてきたみたいだったかな。いや普通に有料物件じゃねえか。お前自身も案外ね、その男のことを買ってるんだな。人生で苦労を重ねてきている人は話しててやっぱり分かりますからね。彼はその点ただのボンボンと違ってるし、真面目一辺倒でなく遊びもそれなりに覚えてきた。そういう人頼もしいとは思いますよ。バラの花束はもうたくさんだけど。そういやこれは俺の勝手なイメージだが、春日もバラ攻撃はやりかねねえよな。ええ、そうやって空回りしちゃって肝心なとこを抑えてなかったりするのが目に浮かびますね。少なくともあいつならもし魂胆や打算があっても丸見えで警戒はしなくて済む。悪いやつじゃねえよな。何です、なんだか桐生さん私に一番のことを売り込んでいる人みたい。桐生じゃないスサポートよ。もしかして何か聞きました？一番が私をデートに誘ってきたこととか。
え、なんとなく聞いてるよ。そこでお前を怒らせたんだな。お前の口から話したけ、なんとなく聞いてます。そうだな、うん、なんとなくは聞いてる。ハワイでは春日とずっと一緒にいたからよ。そっか、まあそうですよね。デートの時に何かあったみたいだな。あいつもね、私にプロポーズしてきたんです。それも初めてのデートの時に。初デートでプロポーズか。あいつらしい。だがうまくいかなかったわけか。最近しばらく話もしてねえってことは。ええ。一番からは結婚したらどうなる、こうなる、ああなりたいって、なんというかむき出しの打算を見せる。むき出しの打算言われちゃったやん。あいつが不器用なのは分かってるからいいんだけど、私に言わせると聞きたかったのはそれじゃなかったんだ。やっぱそうだよね。いや、わかるわ。これはね、さっちゃんの気持ちがめっちゃわかる。いきなりプロポーズされたこと自体は良かったのか。まあお互いそれなりに付き合いは長いし、一番の方は自分の気持ちはずっと変わらないって思い詰めたんだろうし。全く脈がなかったわけでもないんだな。そうですね、素直に言えばちょっと胸がときめいたし。いや、よかったじゃん。一番あの時は多分一番と同じくらい聞いてるこっちも緊張してたと思うんです。そうか、今話を聞いてる俺の方までなんだか緊張してくるぜ。本当ですね、全くです。で、あー、もうやめやめ。せっかく桐生さんと飲んでるのにまた一番の話になっちゃったじゃないですか。プロポーズの下りがなかったらな、一番思ってたな。桐生さんの方こそ浮いた話とかないんですか。これでもしばらく前から俺は病人なんでな。もちろん昔はそれなりにあった。興味ありますよ。時代は随分遡る。俺は養護施設に預けられてて。あ、由美さんの話ね。彼女もそこに後から入ってきた。一目見たその時から特別な何かがあって、まだガキだった俺は無邪気に舞い上がっていたと思う。あれ、一目惚れだったのか、キユちゃん、ユミさんに。だが、この話をするには一日二日じゃ終わらねえ。そして俺はもうなんだか眠くなってきた。ごとく一の話丸ごとやからな。ちょっとそれ何ですか。ずるくありません。いつかコンディションが整った日にたっぷり時間をかけて話すさ。もうそれいつですか。そこまで言うならちゃんと予定入れますよ。無茶言うな。無茶言うな。この年になるといつ体調が万全かなんて分かりゃしねえんだ。もう言い訳が姑息。なんとでも言え。仲良しやな。いいことや。さてさて、まさっちゃんの話もまだ引き続きあるんですけど、ちょっとあれやな、いろいろ街のやつ回収しないとなっていう感じなので、相変わらず絆ビンゴとかもろもろ回収しに行きます。カマルちゃんはねいっぱいあるからね。サイコとフリマアプリ。フリマアプリから通知だ。値引きしてほしいか。なんだ、値切られてるのか。そうなんです、もう使わないものだしちょっとくらいならって、これじゃ半額じゃないの。ズーズーしいなこいつ。断るのか。送料も考えると赤字になっちゃうしな。
そうだ、キリュウさん買いません？キリュウさんなら半額でいいですよ。おう、何を売ってるんだ？美顔器です。おお、いいじゃん、美顔器。いい感じだよ副収入、フリマアプリ。絆が深まったぜ。絆が深まったぜ。いや、超は研究熱心。最近抹茶にハマってるんだよね。おお、渋いな。抹茶最近は抹茶味のデザートとか多いしな。まあそうなんだけど、抹茶味というより抹茶そのものだね。そのもの立てるのが面白くてさ。思ったよりシャカシャカするんか。本格的な趣味だったな。最初はダマになって難しかったけど、だんだん上手くなってきてね。今ではクリーミーで泡立ちのいい抹茶を出せるようになったよ。もともと茶菓子を美味しく食べたくて始めてみただけなんだけど、今となっては美味しく立てるテクを研究する方が楽しくてさ。目的と手段が入れ替わった結果だったのか。よし、ほんとなんかお料理関係好きです。抹茶を立てる、よく分かってきた。いや、サエコのカバンの秘密。サエコのバッグは結構頑丈に見えるが、特別製なのか？特別製じゃないけど、もともと素材がしっかりしたブランドのなんです。底板もめっちゃ硬いから、当たると結構痛いんですよ。武器にしてるもんな。めっちゃ硬いナイフくらいなら余裕で弾けると思うな。すげえ。そいつはめっちゃ立派なバッグだな。いい感じだ。お気に入りの品、丈夫なバッグ。絆が深まったぜ。いや、孫妃と回る者たち。相変わらずここから見える観覧車は綺麗だな。孫妃は観覧車が好きなのか？まあな、と言っても乗るのでなく眺めるのが好きなんだ。眺める、輝いて回るゴンドラは見ていて飽きない。ああ、メリーゴーランドを見るのも好きだな。孫妃と遊園地に行ったら回ってばっかりになりそうだな。いや、別に乗りはしないのか。え、キリュウさんと遊園地でもときめいとるやん。たまには回る側になるのもいいかもしれん。回る側、メリーゴーランド、コーヒーカップ。まあ確かに回るもの結構あるな、遊園地。目が回りそうだ。よし、好きな景色、観覧車が見える景色。よく分かってきた。いや、蝶の幸福論。四つ葉のクローバーが生えてる。おお、よく見つけたな。拾って押し花にでもするか。それもいいけど、やめておくよ。俺はさ、今結構楽しいんだよね。みんなといられて、店もやれて。だからこのラッキーな葉っぱは他の人に譲るよ。へえ、優しいじゃねえか。別に、本音は手が汚れるからさ。爪も手入れしてるからね、俺は。あ、でも料理やるとね、そういうことにしといてやるよ。いい感じだ。いい感じだ。ポリシー、譲り合いの精神。絆が深まったぜ。絆が深まったぜ。いや、その日の釣り糸。釣り人が結構いるな。釣りといえば、ハンジュンギともたまに釣りをするんだ。おう。海にでも出るのか。いや、ただの釣り堀だよ。あいつ普段は割とおとなしいんだが、釣り堀だと妙に饒舌になってな。糸を垂らして普段しないような話をいろいろする。いつも全然釣れないんだがな、それ以上の収穫があるのさ。釣り堀は言葉を交わしやすくなる空間なのかもしれねえな。部下とのコミュニケーション。キリュウさんもどうだ、釣り堀で一緒に釣り糸を垂らさないか。言ったらあることないことを話しちまいそうだ。え、いろいろ聞きたいんですけど。よし、キリュウちゃんオタクっぽいのがいいわ。ハンジャギと一緒に釣り堀に行く日常。じゃあ蝶の守るべきもの。後で薬屋行って床クリーナー買わないと。大掃除でもするのか。いや、うち中華料理屋じゃん。どうしても床滑りやすくなるから。ああ、まあ妙に滑りやすい床のラーメン屋とか結構あるな。油なんですかね、それね。あれ許せないんだよね。一回両手に料理持って運ぶとき滑ってこけそうに。わあ、怖い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 。3回転半ジャンプで何とか持ち直したんだけどえ、鍋の中は絶対に店の床は綺麗にし続けようと誓ったやん。こけて料理を無駄にするわけにはいかないからね。なんか想像してた理由とちょっと違ったが、まあ結果的に清潔で歩きやすい店になるのは
いいことだな。いいことだ。それよりお前の料理両手持ちトリプルアクセルを見たかったぜ。いい感じだ。いや、ポリシー、作った料理は守る。絆が深まったぜ。あ、長さんもあと一個だ。ビンゴ。さ、人参蜜。あの店のソフトクリーム美味しいんだって。杏仁豆腐が入ってんのか。確かにうまそうだな。ソフトクリームか。俺さ、ちょっと苦い思い出があるんだよな。なになに。ソフトクリームは甘いのにか。笑っとるやん。あ、ちょっと待って、え、なになになんか始まったんだけど。ふう、すっきりした。あんな入れると思わなかったぜ。よかったな。なんだトイレか。まさかブラックジャックを出すとは謎とかねえなんじゃねえのか。あ、あれか、賭博かな。まあな、飯食ったらまたここのカジノ来ようぜ。この金を倍にしてやるんだとか言って、いつも最後はもんなしになるよな。お前、俺は今度ポーカーでもやろうかな。ポーカー、ブラックジャック、このトイレの中でカジノでもあるのか。まさかと思うが、ちょっと行ってみるか。じゃあ、まあ、さっきの会話もう一回アイスの話。あの店のソフトクリームなんちゃん、話を続けて。昔働いてた時にね、上司にソフトクリーム買ってくるように言われてさ、はいはい、早く持っていかねえとと思って手で持ったまま走って帰ったのよ。ただ急ぎすぎてね、その途中で落としちまってな。あらら、それじゃあまた買い直したんだ。いや、タイムロスになると思って、その落ちたアイスの部分を、まさかね、コーンの上に乗せて渡した。おい、しこたま怒られたぜ。砂まみれだったからな。そりゃそうでしょうよ。悔しい思い出だよ。次はね、砂のない道を選ぶさ。いや、そっち、ま、落とすのをやめろ。そうやな。しかしソフトクリームの話をしてたら無性に食べたくなってきたな。じゃあ難波くん、ちょっと買ってきてよ。今の話聞いてた。だって、あ、ロケットランチャーかよ、ここ。あ、あ、あ、おお、なんかつながってるんですけど。あ、ここね。あのカジノができると。はい、じゃあここまでにしておこうかな。はい、では続きやっていこうと思いますよ。今回はシアタービル、はい、前回突っ込んだんですよね。隣の工事中の建物からね、こうクレーン車で、はい。ヤマイさんとアカネさんがねいるはずなので、助けに行こうと思います。あ、もうザコトンセンターに全部カットしていこうと思います。怒られるか、はい、やんのかこの野郎。あ、今朝の鍵だ、ラッキー。開けてみるか。よし、開いたぜ。開いたぜ。プロテクター。何見てんだよ。ここはではね、あの、なんてマスターキーがないと開かなかった扉のところだよね。一回来たとき。妙に静かだな。え、確かに。どうせまた次のフロアで何かしら仕掛けてんだろうさ。しっかり休んでいこうぜ。はい、回復する、セーブする。やっぱ戦いが続くのだな。じゃあ先進みましょうか。あれ、いないよくない。ようこそ、春日さん。三田村さん、いいじゃん。まさか俺を出し抜いた気でいました。いや、もしかしてもう連れ去られた後、こっちは春日さんの単純な考えなんてお見通しなんですよ。安全圏から偉そうにしやがって。病の飼い犬はよく吠えるな。あ、エイちゃんがどんな手使おうと関係ねえ。突っ切るまでだ。俺は単純なんでな。その余裕がいつ剥がれるか見ものですよ。さあ、話はここまでにしましょう。健闘を祈りますよ。何、連戦になりそうだな。ああ、はい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 。あ、バラクーダだ。
やばい。ホワイトのビジネス相手って言ってたもんな。覚悟。ちょっと強いですかね。ガツンと行くぜ。あそこのプレス行け。いいね。もらった。ブルカンクランスケール。私よっ、あれやるぞ。うっしゃー、ぼっとしてっと怪我するぜ。よし、あとはもうザコだ。ぶちかます。ナイス、まだ出てくる。なんだこれ、毒か。こんなんでやられてたまるかよ。毒の状態、毒の状態か。毒を出してる機会がある。あれを壊さなきゃ。なんか発生源があるの。しんどい。なんちゃらがあるな。何どれで効くかな。ではちょっと巻き込んで黙らせてやる。毒ガスはあれだよね、ドワイトのところ行くどうするの。あったもんね、毒ガスの部屋。懐かしいな。気が乗らないな。よし、ダブル星ハリケーンを。よし、壊した。ナイス。1号ってなってたんだけど、まだあるかもしかして。頑張りますね、カツラさん。ドノコレーザーの極みで使うか。ナイス、2号機倒して。よし、やった。ほら、また強くなっちまった。俺もまだわ。ラニは必ず取り返すし、アカネさんも私は死ね。それにエイちゃん、おめえに必ず会いに行く。直接言いてえことが山ほどあるんだ。待っとけよ。あ、切れた。ごめんなさい。あ、私のせいで。あ、よかった。
茜さんと茜ちゃんどっちも無事でよかった。指一本触れさせちゃいね。うちの門が迷惑かけたな。あなたも大変ですね。ちょっとあんたもすっかり敵だらけになっちまったな。本当のことを思い出して、あの人も敵だらけだったじゃん。周り今まで嫌ってほど味わってきた。それに気合い入ったのがこんなに残ってる。もうそうみてえだな。よかった、まだ味方いてよかったな。すみません、ラニは連れてかれちまいました。そうなのね。ラニはネレ島に連れてかれた可能性が高いです。アカネさん、ネレ島がどこにあるかってご存知ないですか？ごめんなさい、それは私にもわからない。教団の中でもごく一握りの人間しか知らないことだから。上空から探しては見つかりそうだけどね。わかりました、心配しないでください。ラニは必ず俺たちが助け出します。アカネさんはどこか身を隠せる場所で待っていてください。それじゃあさあ行こうぜ。待て春日。あ？アカネさんと少し話していけ。あ、何？いやでもラニを早く見つけねえと。気が利くじゃん。大事なのはラニだけじゃねえだろう。話せる人とは話せるうちに話しとけ。何があるの？どういうこと？え？え、なんか、え？え？え、アカネさんも実はもうそこまで長くないとかじゃないよね。大丈夫だよね。会ってからゆっくりお話しする時間、そういえばなかったわね。ですね。病には後で礼言わねえと。沢城さんの手紙であなたのことは全部聞いてる。桃源郷の店長さんに引き取ってもらったこと、神室町の人たちによくしてもらってたこと、中学を出た頃から毎日喧嘩に明け暮れていたこと。あ、それはまあその若気の至りってやつで。つか沢城の頭、そんな前から俺のことを見てたのか。確かに。沢城さんはずっとあなたのことを気にかけてた。ああ、そしてあなたはマスミさんに巡り合った。あ、運命なのかしらね。運命かはわからないですけど、出会えてよかったって思ってます。そう。その後のことももちろん知ってる。組のために人殺しの罪をかぶったことも。18年も刑務所で過ごしたことも。あかねさん、こんなに伏し暮れだって苦労したんでしょうね。いや、そんな大したもんじゃ。なのにあなたとマスミさんを置いて私は一人で逃げ出した。本当に本当にごめんなさい。一番渡せないのか。謝らないでください、あかりさん。謝ることなんか一つもねえ。確かに辛いことはあったけど、それも大半は沢城の頭のいびりだ。それや俺の人生は自分で選んだ始まり方じゃねえけど、そんなの誰だって同じでしょ。茜さんは
一生懸命生きようとした。そんでこうしてまた会えた。それでいいじゃないですか。それにあの町でいろんな人に助けられて、おやさんに出会えて、最高の仲間に恵まれて、俺は幸せ者なんですよ。だから茜さん、正直あなたが本当に俺の生みの親なのかどうかよくわかんねえけど、もし本当にそうならこれだけは言わせてください。俺を産んでくれてありがとうございます。一番、こちらこそありがとう。不思議ね。はい。今あなたと真澄さんがダブって見えた。もったいねえ。そして俺にとって最高の褒め言葉です。そうだ、そもそも俺はこれを茜さん、よし、あなたに届けに来たんだって。忘れてなかったな。えらいえらい。おやつさんの、荒川真澄の遺灰です。受け取ってもらえますか。じゃあ次12章かケユちゃん編になるんでしょうか。いやー泣かせるわマジで。あーあやっぱ次あれかケユちゃんの方か。いやなんか一番あれだよね、あのね生みの親、まあね荒川真澄はもう亡くなってるけれども、どっちも知ってて、でもなんか親子って感じじゃないっていうね。荒川真澄はなんかね、お父さんっていうよりもなんだろうな、おやっさんなんだろう、そう、親というより憧れの人って感じだし、茜さんもね、なんかその憧れの人が愛した人っていう感じ。本当は親子なんだけどね、なんか奇妙な関係だよな。いやまあ確かに愛はあったんだなっていうのはさっきのシーンを見て思いましたね、親としての愛はね。さてじゃあ12章少し見て終わりたいところだけど、まあでも12章粉雪、なんかさ、このチャプターの題名さ、なんか、昔の歌手の方の曲名らしいね。そして真島五郎か。はいはい。これに桐生さんを加えたら、裏社会の殿堂入りメンバーだね。殿堂入りメンバー。引退済みって意味ではそうかな。会いに行くんでしょ？あっ！マジで？ああ。すぐに立つ。その口ぶり。まさかとは思うけど、一人で行くつもりじゃないよね。兄さんたち会いに行くんだ。ダメだよ。俺らは桐生さんのお守り役なんだから。言い方はちょっと違うと思うけど、ついていくのはその通り。悪いな、少し遠出になる。準備をしてから行こう。え、どこにいるんだっけ、真島の兄さんとか冴島さんとか。ほう、準備か。確かに遠出になるのは備えておいた方がいい。だね、それに登場界のレジェンドたちとご対面ってのは何が起きるか分からないよ。縁起でもなること言わないでよ。
なんか確かにダイゴたちに会って話だけ済む高木、戦闘なのちょっと嫌なんだけど、あいつらと向き合う以上相当の準備と覚悟をしていかねえと。まあでもさ、セブンでもさ、あの真島さんと冴島さんめっちゃ強かったもんね、戦闘が。まあ仮に戦闘になったとしても相当強いと思うわ今回も。では何かあった時のための備えとして必要なものの買い出しと腕磨きに行くと。ああ、腕磨きにちょうど私やりたかったから、じゃあちょっとちょうどいいな、これ切り時だな。なら一日重いけどカモロ町に行くのもいいかもしれないな。日本一の歓楽街だから何でも揃うだろう。それにケリオさんはホームタウンみたいだし、あそこ歩けばいろいろ思い出してもっと元気になるかもしれねえ。あ、でも顔バレしたらまずいか。まあな、だが確かに準備をするには最適な場所だ。もちろん大手を振っては歩けないが、こっそり出向くくらいなら問題ないだろう。じゃあ決まりだね、タクシーで行こうか。おー、あ、コマーシャルスタイルの防御コマンド強化。あ、あ、なぁってなぁだなぁ。さあ、ちなみにお金今、あ、1億とか持ってんだけど、あれか、ハワイ組で荒稼ぎしたからか、ダンジョンやってやばいな、最強装備揃えられんな、これ。ちなみに、カモロ町にも行けるんだよね、これ。どちらまで行かれますか？ちなみに、あれ、カモロ町に行くと、それでは、どうなるの？ちょっとストーリー進むようだと、ちょっと一回切るわ。タスキルします。眠らない街、カモロ町か。相変わらずのにぎわいだな。キリオさんに思い出の街なんでしょ。ならいろいろ回りたいとこもあるんじゃない。まあな、準備過程は少し目星とこで回ってみるか。おお、はーい。あ、なんかあるな、こことか。ここもあるな。どこにでも行けそうだ。まあ、ちょっとあれか。ここで終わりにしとくか。あ、え、風間組事務所のあったビルだ。ここを通るの忘れ物。あれ、ここだったっけ。風間組の親さん、風間慎太郎。あの頃は途方もなく大人に見えてたが、いつの間にか俺自身親さんとそう変わらない年になっちまった。俺はあの頃の親さんみたいに誰かの道しるべに入る。懐かしいな。嫌すぎた願いだな。はい、ビン。ちょっとやっぱ一回偉人町戻るか。どちらまで行く。偉人町戻ってですね、それではハートの引き出しちょっと全部回収しようかな、どうせなら。これなんだ。じゃん、プリクラあるよ、プリクラ。いや、これしょ。あ、なになになに、はい、もしもし。あ、もしかして伊達だ。伊達さん、手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。はい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 。ああ、わかった、そうする。ハーバーライトはまた次回ですね。もう一回。なおちゃん、プリクラあるよ、プリクラ。いや、これ証明写真機だろ、騙されるか。なんだ、残念。でもこれ大きいし、頑張ればみんなで入れるかもよ。ギリかな。キリュちゃんできるか。言うほどギリっすか、キリュさん。ここで無理しなくても、今度普通にゲームセンターとかで撮ろうよ。今のプリクラはすごいよ、肌の透明感とか調整できたりするの。へえ、面白そうだね。そうだね、目の大きさとかね。俺も持っちゃおうかな。どうした、その日。これプリクラじゃなかったの。かわいい。コンビニの進化。コンビニってやること多くて大変だよね。レジ以外にも公共料金の支払いとか、チケットの発券とか、タバコとかね。ほんとよね。あとコピー機とかさ。コンビニが進化するほど店員さんが覚えてるわけだし、最近はレジ横であるコーヒーとかね。そういう意味じゃセルフレジの登場は店員さんにもいい進化だよね。ほんといいと思う、セルフレジ。作業も多少減るだろうしね。そうそう、こないだセルフレジの使い方が分からなくて店員を呼んじまって。あー、かわいい。あー、俺も最初戸惑いますよね。その辺は俺ら客も進化しねえかな。バーコード決済とかするとね。しかし、ショーは付録博士。最近の児童向け漫画雑誌はすごいんだよ。すごい。付録が豪華なんだよ。顕微鏡とかプラネタリウムとか、あとクレーンゲームもあったね。なんだそれ。
それが漫画についてくるのか。そう、組み立て式でね、よくできてるんだよ。今はすげえな。俺の時代はカルタとかだった気がする。そもそもなんでお前はそんなの知ってんだ。店の常連が子供連れてきてテーブルで組み立ててたのよ。それを俺が手伝ってたの。親父は横でチャーハン食うだけだったけど。アットホームな店だな。いい感じだ。いい感じだ。子供向け雑誌事情。さあ、ここもあるぞ。超の苦手なこと。新しい服でも買いたいな。良さそうなショップでもあったらちょっと寄ってもいい？別に構わないが、好きなブランドとかあるのか？まあないわけじゃないけど、インスピレーションで決めるかな。だからお店で直接見たいんだよね。確かに通販だとイメージがつかない時もあるからな。そうそう、俺通販下手なんだよね。毎回思ったのと微妙に違うのが届いちゃってさ、返品するのも面倒だから部下によくあげてたね。お前の部下は副代が浮いていいな。センスは超任せだが。いいでしょう、福利厚生ってやつさ。物はいいようだ。よし。よし、苦手なこと通販。実物を見たいと。最高リュックトレーニング。腕に筋肉がついてきたかも。お、いいことや。いいじゃねえか。トレーニングでもしてるのか。いや、むしろあんまりジムとか行けてないくらいなんですけど。あ、あれかな、鍋。鍋？そう、フランスの高いお鍋を買ったんですけど、これが重くて。ぬくらぜとか重いよね。でも丈夫だし、お料理が楽しいから最近いつも使ってるんですよ。そうそう、温泉もいいし。だが鍋といっても限度があるだろう。そんなに重いのか。6キロくらい。思ったより重かった。重かった。いい感じだ。エクサさん、料理使う鍋で絆が深まったぜ。鍛えられていると。はい。え、ちょっと楽しいクロスワード。八作長靴。何スマホ見ながらブツブツ言ってんだ。ああ、クロスワードアプリだよ。検証の締め切り近いの忘れててさ。雑誌や新聞以外にも最近はアプリでもあるんだな、クロスワード。結構面白いよ。勉強にもなるし。ラーメンと。それちなみに何が当たるんだ。もやし1年分だって。お店で使う分にはいいんじゃない。どう考えても1年持たねえだろ、もやし。もやしは冷凍できますからね。当たったらうちの店でもやしパーティーでもするか。あ、桐生さんにも消費に協力してもらうからね。ええや、もやし。もっと日持ちする景品にしてもらいたいもんだ。よし。好きな遊び、クロスワードパズル。よく分かってきた。よく分かってきた。よし、あとここも見よう。コンビニか、ちょっと見ていくか。コンビニといえばポップかエモンスター。俺にとってはこの2つだ。弁当やらおでんやら中華まんやら、おのおのがオリジナル商品にしのぎを削っていて、どっちが好きかで客の派閥が分かれるくらいだ。俺は弁当ポップ派、ホットスナックエモンスター派のバランスタイプだ。そういえばここのとこ通ってなかったの。久しぶりに食べ比べ。懐かしいな。こういう買い食いってのはいくつになっても楽しいもんだ。おお。ウィン。え、なんか割ともういい時間だからな。じゃあほどほどにして今回やめるか。次回までに。目的も決めずに。暗い旅をしたい。なんか。と電車でどこか行ってみたいですね。めっちゃ座ってて、ここは。ダンジョン潜って。それも楽しそうだな。やってみるか。お、乗ってくれますか。それでどこに行きます。おいおい、だから目的地は決めないんだろ。ああ、そうでした。そうでした。やっぱ何か決めないと落ち着かないのかも。まあ、それもいいんじゃねえか。お前の性分なんだろ。行きたいところを決めてみんなでゆっくり行けばいいさ。それもそうですね。でもその時は桐生さんも一緒っすよ。いい感じだ。あ、ナンバーコンプリート。コンプリートだ。決めたいこと、電車旅。わーい。昼に朝焼け橋へ行く。桐生さんとたくさん歩いたり話したりして。今行けんじゃん。
いろいろ知ることができました。そりゃお互い様だ。お前は面白いやつだよ、ナンバ。光栄です。今度朝焼け橋でゆっくり話しませんか。俺のお気に入りの場所なんすよ。ああ、いいぜ。じゃあ行きますか。朝焼け橋ってどこ？どこ？朝焼け橋、朝焼け橋ここでしたね。このイベント見て今回終わりにしようと思います。ナンバーここで話をしたいと言っていたな。声をかけよう。ここ俺のお気に入りの場所なんです。まあ普通の人からしたらドブ川の橋なんでしょうけど。うん、絆散歩フィナーレ。そうなのか。まあこういう何気ない場所ほど誰かの大事な場所だったりするもんだ。この橋から川を流れてくゴミを見るのが俺好きなんですよ。なんちゅう悩んでいたり嫌なことがあっても無関係に時は過ぎる。くよくよしてても仕方ねって教えてくれる気がして、また前を向けるようになるんです。なるほどな。諸行無常ってやつか。ドブ川に襲われるとはナンバらしいな。どういう意味っすか。ったくハワイやらいろいろ行きましたけど、ここが好きなんすよ。一番と初めて会ったのもこの近くでしたし、まあ、ホームレス街だもんね。だからなんとなくここで桐生さんとも話したくなっちゃって。ナンバありがとうだ。お前も川に流してやろうか。いつか俺の好きな場所あれかな。今度はいつか。いや、俺の好きな場所を案内させてくれ。桐生さんの好きな場所ですか。そりゃ興味ありますね。どこだってお供しますよ。言ったな、どこに連れて行かれても文句言うんじゃねえぞ。どんなとこに連れてく気ですか。でもまあ楽しみにしてますよ。そうだ、せっかくですしここで写真でも撮りませんか。お近づき記念ってことで。なんとも今更な記念だな。でもいいぜ、撮るか。じゃあハワイから日本に飛行機乗った中だしな。おお、いい写真。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね、桐生さん。おう、ナンバもな、頼りにしてるぜ。はい、ということで、お、絆ビンゴ画面、ナンバと写真が追加された。やったー。ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうかなと思います。お、ナンバともちょっと絆ドラマ生まれてますね。はい、まあいろいろ見るのはまた次回にしておこうかな。じゃあちょっと待って、ナンバ、あ、絆ビンゴ、あー、ほんとだ、写真が出てる。お疲れ様でした。